次に高井隆史君。はい、国民民主党無所属クラブの高井でございます。今日はちょっと10分しかありませんので、本当はですね、医療確保計画の骨太なところを、大臣と議論したかったんですが、ちょっとあまり中途半端になりそうなんで、来週もちょっとまとまった時間いただけそうなんで、ちょっとその話は飛ばしてですね、今日ちょっと内閣官房から忙しい中、渡辺審議官来ていただいてますんで、ちょっとこの PCR のモニタリング検査の話をまず聞きたいと思います。これは5つの柱の中の1つにですね、1日1万件、予算額90億円ということなんですけれども、これ なぜね、これしか1日1万件しか、そして予算額90億、これね、もう本当にもうこれだけ今、もう何兆円という損害が出てる、経済損失が出てて、で飲食店の、ね、時短協力金にももう何兆円、兆単位の、ね、お金がかかってる中で、もう90億なんて本当、微々たるもんですから、もう何倍にも広げてですね、もっとこれをやるべきだと思いますが、何かこれ、できない障害っていうのがあるんでしょうか。渡辺内閣官房内閣審議官。お答えいたします。モニタリング検査につきましては、1ヶ月ほど前からスタートしたところでございまして、まずは1日1万件というのを目指して努力をしているところでございます。その後はその過程を見ながらですね、感染状況ですとか検査機関の状況ですとか、あるいは保健所の負荷ですとかワクチンの状況とか、そういうことを踏まえながらですね、件数をまた検討してまいりたいと思いますけれども、実は私ども実際にやってみて気づいたことはですね、まず検査機関の側が容量といいますか、キャパシティに余裕があってもですね、例えばそのタイミングが合わないと、他の検査と重なっちゃってるとか、あるいは病院の検査はやはりどうしても、有症状の方の検査はやはり優先されるとか、あるいは地域的なバランスみたいなものもございまして、なかなか実際に調整をしてみると検査機関難しい部分もございます。数字ではちょっとわからない部分もございます。でもう一つはこの受ける方なんですけど、これは本当に実際に担当してみて意外だったんですけれども、無料で無症状の方に検査を受けていただくということで、ホームページでも希望者を募集をしているんですけれども、無料なのにやはりこう希望される方が少ないんですね。でこれを実際聞いてみますと、やはりその、無症状なのでわざわざ検査をして、万一陽性になってしまったときに休まなきゃいけないとか、いろんな問題がありまして、なかなかちょっと協力の得にくい部分がございます。ですからそういう部分をですね、よくこう反省をして分析をしてですね、さまざまな機関のご指導を仰ぎながら、ご協力を仰ぎながらですね、改善してまいりたいというふうに思っております。高井隆史君。はい、予算額の問題ではないし、やる意思はあるんだというふうに受け止めましたんで、ぜひですね、その反省してというか分析していただいて、やっぱ国民の皆さんへの周知をもっとね、分かっていただくということも大事だと思うし、あと、検査側の体制って話もあります。これは厚労省だと思いますんで、なんでこれ厚労省やってないのかなっていう気もしますが、よく連携していただいてですね、内閣官房と、とにかくやっぱりこれをね、増やすということで、相当やっぱり今テレビなんか見てても、やっぱこれはもっと増やすべきだ、なんでやらないんだっていう論調ですから、ぜひこれをね、しっかりやっていただきたいと思います。それから続いてですね、同じモニタリング検査ですけども、これ、今スポット方式をね、やるっていうことなんですけど、これも評判良くないんですね。もう町中の人捕まえてなんかこうね、やるって言ってもなかなか捕まらないし、捕まってもなんかどこ行っちゃうか分かんないような、そんなやり方よりも、これもテレビなんかでね、専門家が結構言ってますけど、やっぱりもう的を絞ってですね、クラスターが発生しそうな場所にね、絞って重点的にやるとか、そういう工夫をすべきじゃないかと思いますが、いかがですか。渡辺内閣官房内閣審議官。お答えいたします。ご指摘のとおり、スポット型というのは、例えば駅前とか繁華街に上りを立てて、それで通りかかった方を今は唾液 PCR キットをお配りしているんですけれども、実際はなかなかこう足を止めて受け取って、説明をして同意書を書いてもらうので、なかなかこう受け取ってもらえないとかですね、受け取ってもらっても実際に唾液を入れて送り返してくれる人が少ないという問題が正直なところでございます。でそこで我々としましては、スポット型ではなくて、むしろ団体採取型といいますか、事業所、要は学校とか会社とか、そういうところで団体で取っていただくと、そうしますと委員ご指摘のようにですね、ある程度こう、確率が高そうなところといいますか、過去にクラスターが発生した場所ですとか、少しリスクの高そうなところを目指して、狙ってですね、そういうところにお願いをすることができるかと思っておりまして、そういう方式を検討してまいりたいと思っております。高井隆史君。
いやこれはねやはり学校とか、ね、会社とかいう話も出ましたのでやっぱりこれも全省を挙げてですね、まあ、それぞれ文科省とか経産省とかね、まあ、もちろん厚労省もですけども、まあ、ぜひそこをねやっていただきたいなということをお願いをしておきます。続いてですねこれ国民民主党がですねかなり強く打ち出して、まあ、近々提言も出させていただくんですけれども頻回抗原検査というですね非常にその回数多くアメリカなんかだともう1ドルでできると、まあ、100円程度でできるというですね、まあ、そういう、まあ、もちろん精度はね圧倒的に PCR 検査よりは劣るわけですけど、まあ、それでもね広く補足できるという意味ではこれをね気軽にやってもらえるような体制を作ればもうまさにもうゲームチェンジャーになるんじゃないかと、まあ、玉木代表なんかも言ってますがこれをぜひやるべきだと思いますけれどもいかがですか。塩林健康局長お答えします。新型コロナウイルスの検査については感染が疑われる方など検査が必要な方がより迅速スムーズに検査を受けられるようにするとともに濃厚接触者に加え感染拡大防止の必要がある場合には広く検査が受けられるようにすることが重要と考えています。特に医療機関高齢者施設等の入院入所者は重症化リスクが高いことから感染者が多数発生している地域等においてその期間症状がない方も含め勤務する方などを対象に1回に限らず定期的に検査を実施することが重要と考えています。また検査方法について実施者が状況に応じて適切に選択していただくことが重要でありますが議員ご指摘の抗原検査のうち例えば抗原簡易キットについては専用の機材が不要で簡易迅速に検査を行えますが排出するウイルス量が少ない場合には感染していても結果が陰性となる場合があることなどから無症状者への検査として使用することには十分な注意が必要と考えています。こうしたことを踏まえ抗原簡易キットについては地域の医療機関における発熱患者等への対応や PCR 検査抗原定量検査で対応することが困難な場合に一定の要件の下で主に感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等においてご活用いただきたいと考えております。高井隆君。いやまあそれではねやっぱり大きな効果得られないんで、まあ、これは本当に政治決断だと思いますけどね、まあ、役所は そういう答弁かもしれませんけど、まあ、これはぜひ次回大臣ともですね議論させていただきたいと思います。それではですねもう最後の質問かもしれませんがもう一つですねこれ下水処理場の下水に含まれるそのコロナウイルスの PCR 検査をやるべきという意見も結構専門家の中からも出ておりますけれどもこれはいかがでしょうか。塩林健康局長お答えします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を早期に検知することは重要と認識しており例えばオーストラリアなどの諸外国において下水中の新型コロナウイルスをモニタリングすることで地域の感染状況の推定や再感染の早期把握に役立てる研究などが行われていることは承知しております。厚生労働省では国立感染症研究所において下水からの新型コロナウイルス検出方法について検討を進めており現状としては下水検体のうち沈殿物で効率的に新型コロナウイルスを検出できることが分かっている反面感染者数が少ないことから下水中のウイルス濃度から感染者数を推定することは現状では困難であるといったことが分かってきております。引き続き関係機関とも連携しながら監視体制の強化に活用することが可能かどうかも含めて検討してまいりたいと考えております。高井隆君。まあ、平時ならですねそういう役所的な発想でもいいのかもしれませんけどやっぱりこれはもう本当非常事態ですから、まあ、これぜひですね大臣政治的な決断でねまあ、今日はもう問いませんけど、まあ、次回以降これ国民民主党玉木代表も強く言っているテーマですのでしっかり議論していきたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。